はい、皆さん、こんばんちは、アポロンです。今回もモンスターレースプレイしていきたいと思います。前回優勝してですね、この洞窟を抜けるとゴールドシティという洞窟があるので、この洞窟に入っていきます。広いな。前回もちょっと入ったかな。うん、なんかお決まりのモンスターになってきたんだよ。こことか広いな。全部アイテム回収していきたいから、できるだけ Shadow がずっといるんだよな。行き止まり。これは焼け跡か。お、アイテム、メロン。アイテム、しょうもないのしかないな。結構、入り組んだというか。あ、行き止まり。お、ヒノコ。これは初めて見る。並んでからダッシュ使いたい。すごいな。妖精的な感じかな。よし、ダッシュは強いな。バランスか。それはバランスだな。乗る必要あるか。強いな、こいつ。ウッチーより強くないかっていう。おお、来た来た。シンデイの生まれた町。あ、あいつか。久しぶりだな。預かり、あ、もうレース場あるのか。なんだ、ここ。あ、ここに進んだら、また次の町があると。で、この町には、ですね。モリソンタウン、あ、シンデイ出てきた。何も言うことがないな。忘れてたからな。どんどんシティ。で、プロダクション？お、こいつかな。出ました、ミリオン。こいつがね、結構いいモンスターに育つんですよ。育つというかミックスするとなるんですけど、今はそのモンスター持ってないんで、キタッチ。こいつですね。草が得意なのか。うん、後々こいつはまたミックスでいいモンスターにしたいなと思います。で、レースかな。ここもでかそうだな。結構でかい町なんで。預かり所あるかな。受付済まして、こんだけでかいから預かり所あるよな。 あったあった。これでモンスター、ちょっとミリオンは下がっといてもらって、ふわわってこれ、前回かけレースで。こいつ強いよな。ふわわ入れようかな。シャドウ。
シャドウを入れて、ウッチー外して、フワワ。これでいいだろう。盤石の。よし、これで入れておきます。芝生、スナッチ、バランス。うん。あ、なんだ、見てなかった。芝生、スナッチだったよな。トップスで。お、またスニーカーか。結構同じモンスター使ってくるんだよな。敵が。さすがトップス、そんなに差が開かない。で、ここで。特技はまあ、もっとこう。次がなんだ。ここは、早くフワワ。おー。こいつは相当戦力になりそうだな。芝はいけるか、草。みんな基本いけるな、草は。結構長い。おー、シャドウ。できれば全員出して経験値を貯めたい。いるか。うわぁ。いけるかな。ギリギリで変えたらいけるか。変えれなかった。変えたかな。入るかな、これ。あ、入る入る。うん。経験値稼ぎになりました。で、2回戦。沼芝生か。まあ、イルカから。次でトップスに変えて、スナッチまで行かせよう。よし、こっからトップス。どうやって入れ替えてるんだな、これ。思えば。モンスターボールみたいなもん、ないからな。ここでサイドが、さらに。皇帝。皇帝もいつ進化するんだろうな。いるか。あ、こいつ強いんだよな、カブトムシ。マジで強え。万能すぎる。ここはフワワ。強いな、このカブトムシ、ほんと。あ、こいつか。どうだろう。うわ、やばいな。こいつもダッシュ持ってなかったっけ。うわ、負ける。負けた。マジでか。小次郎を最後に出そう。よしよし。で、回復。3回戦じゃなくて、準決勝。あー、バランスか。どうだろうな。これはきついな。ガンガン変えない。あ、こいつか。相当変えていかないとダメだから。きついな。ここは早いんだけども。意外に差がつかない。もっと差つけてほしいんだよな、こういう感じだと。こっちもダッシュ。しまった。間違えた。間違えた。ハードルは仕方ない。もう行ってもらおう。うわ、差がつくな。
三角だもんな。よし。どうだろう、このミスがどうなるか。さすがに追いかける立場になったら早い。うわわ。遅いぞ。差をつけてくれ。次が何だろう。いけるか、そのまま。いや、変えとこう。スタミナがな。あ、間違えた。やばいな。この間違いはやばいな。お、これはそのままでいいんじゃないか。皇帝が出てないか。できれば皇帝出したいけど。そのままいけそうだ。よしよし。おお。体力どうだろう。回復しとこう。決勝。うん。雪石畳か。最初はもう全部。イルカに行ってもらおう。あとはまあどうにかなるだろう。ここで差つけてほしいんだけど、もっと。お、坂で差がつき始めたな。多分適性は同じだと思うんで、パワーが違うのかな。よし。いい感じですね。一人で三つのコースを走れたっていうのはでかい。おお、強くないか。いえ、二重丸だぞ。シャドウ。変えなくてもよかったかもしれない。てか、決勝はなんか、因縁あるやつにしてほしいよな。前回みたいに。何事もなく普通に決勝を戦うって。お。まだあったのか。沼があったのか。スタミナどうだろうな。くそー、ちょうどよかった。長いな。小次郎もスタミナついてきたな。もっと差つけられんか。うわ、最後の。これきついな。お、なんだこいつ。最後は何かによる。わ、芝か。トップスしかない。追いつくかな？無理だな。くそ。くそ、長いレースなのに。ここまではいいんだよな。ただこいつの加速を止めるっていうのが重要かも。若干小次郎は無理か。あとシャドウ行ってもらおうか。これは仕方ないな。でこう。次がいるか。いや、もうそのまま皇帝に走ってもらおう。うん。
そっか、それでもう一回いけるかな。これで勝ったんじゃないかな。いけるな。最後に小次郎を出して優勝したい。よし、勝った。いやー難しいな、やっぱり。で、優勝で何もなしか。はい、ということで今回の動画もこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと動画説明欄の方にある Twitter の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。